加工式構造とは、柱と梁で床や屋根などを支える構造のこと。柱、両構造、マグサ式構造とも。これに対して、壁体で構造物を支えるものは、壁構造、礎石作りなどという。加工式構造。柱と梁で床スラブを支える。壁構造。壁体で床スラブを支える。古くからの建築工法として、 建材としての木材が豊富な文化圏ではまず柱を地表に立て、次に柱と柱を横材でつなぎそれによって上部構造物を支える仕組みが発達した。一方建材に適した木材が乏しい地域では日干しレンガや土などで堅固な壁体を作り、壁によって構造物の主体を成す工法が発達した。前者が加工式構造であり、後者が壁構造である。 加工式構造では柱と量を主な構造体としてその間に壁を作るため開口部を大きく取ることができる。レンガ作りなどの壁構造に開口部を作る場合、開口部に横材のマグサイシを置いていたが、石材の大きさに限界があるため、一般家屋などではあまり大きな開口部を取ることができなかった。アーチの発明、利用が進んだのも、 開口部を広く取るための工夫と言える。なお、壁構造であっても屋根は小屋組で作るなど、部分的に加工式工法が用いられることが多い。日本の木造住宅に見られる木造軸組工法は伝統的な加工式構造である。木造であっても、ログハウスやニオン工法などのように壁体で床、屋根を支えるものもある。古代ギリシャ神殿はかつて木造であったものが、 石材に置き換えられたと考えられており、パルテノン神殿などは石造りでありながら、柱と梁で切り妻屋根を支える構造となっている。同じ神殿でもジックラトのような、オリエントの神殿は、日干しレンガを積み上げた礎石造りである。近代以降普及を見た、鉄筋コンクリート構造においては、加工式が広く利用されている。広報の主流は柱、梁、床スラブを同時に、 コンクリート成形する一体型である。一方で、鉄筋コンクリートの壁構造は構層化が困難であることなどから、加工式構造ほどは利用されていない。ありがとうございます。